皆様おはようございます。今から、東京アンティオケ教会の CS 子ども礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって死を待ち望んでまいりましょう。では、2023年4月の23日東京アンティオケ教会の CS 礼拝を始めてまいります。はじめにお祈りいたします。天のお父様、今日の CS 礼拝を導いてくださり、このように私たち一人一人を前に集めてくださりありがとうございます。礼拝のうちに神様が豊かに臨んでくださり、あなたからの祝福を豊かに受け取っていくことができますように導いてください。はじめにあたりイエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。それでは賛美を持って神様を礼拝してまいりましょう。じゃあ感謝しよう、賛美していきましょう。希望がある。
父様、賛美の時を導いてくださり、心から感謝いたします。続きます礼拝を豊かに祝福し導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをご一緒に祈ってまいりましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。生産式ですよね、はい、それでは生産式の時をお持ちしていきたいと思います。和歌子伝道師に導いていただきます。生産式を行います。生産式とはイエス様の十字架の死を告げ知らせるものであります。イエス様はご自分をイエス様をご自分の救い主として信じ、すでに洗礼を受けられて、おられる方、また洗礼を望んでおられる方にはぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またこの礼拝をインターネットで見ておられる方々の中で、イエス様はこれの中でイエス様をご自分の救い主として信じ、また洗礼を、受けられている方もこの式に加わっていただきたいと思います。インターネットの方はパンとブドウ酒、ブドウジュースをご自分でご用意していただきたいと思います。それではこの生産式のためにお祈りいたします。天のお父様、この生産式をありがとうございます。このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒をブドウジュースを祝福してください。私たち一人一人に御体御血潮の恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、共に悔い改めのお祈りをしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
エスはパンを取り祝福した後、これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。イエス様の体をいただきましょう、イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。イエス様の血潮をいただきましょう。天のお父様、この聖餐式の恵みをありがとう。あ、カップを戻すんですね。天のお父様、この聖餐式の恵みをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは生産の恵みに預かった後は感謝の献金の時をお持ちしていきたいと思います。神の国とその義とを賛美しつつ下げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者のでさせていただきます。天のお父様、この献金の時を感謝いたします。日々私たちの必要を満たしてくださりありがとうございます。今御前に捧げられました献金を神様のご栄光の働きのために豊かに祝福し大いに用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられました方々のうちに霊的な祝福、また実際的な祝福を満たしてくださり、神様の恵み祝福が豊かに表されますようにお願いいたします。この献金の時を感謝してイエス様の御名を通しお祈りします。アーメン。それでは証の時に入りたいと思います。どなたかお証がある方はお願いします。何かある方いませんか？スタッフの方でもいいですけど。皆さんもありますか？じゃあ、じゃあ、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、この証の時を感謝します。御心を話せますように助けてください。イエス様の名によって祈りします。アメン。アメン。初めてCSで証をします。そうですね、2週間前ぐらいからアルバイトを始めました。結構ちょっと個人的には久しぶりだったんですけど、久しぶりだったのでちょっと体力的についていけるかとても心配だったので、そのお仕事のために祈りをしました。それで、ちゃんと行けるようにとか、あとお仕事についていけるように、そして仲のいい人ができるようにとか、すごく不安なこととかをお祈りしました。で、実際
そしたらですね、本当にそれが全部聞かれて初めて行った日からまだ少ししか行ってないんですけど、すでにすごく祝福されて、あとなんかお隣さんとも仲良くなってちょっとおしゃべりっていうかしたりとかして、で業務内容もすごくなんかパソコンを使う業務なんですけど、いろんな世代の方がいるおかげでなんかすごくついていけないっていうこともなくて、みんなやっぱりゆっくりゆっくり教えてくれるような感じで、それが私にとってもすごく速くなくていいスピード感で、いやとても嬉しい良かったです。で本当にこのアルバイトと神様が祝福してくれているなと思って、お祈りが聞かれたという証でした。イエス様、アルバイトを祝福してくれてありがとうございます。イエス様の祈りをお祈りします。アメン。嬉しいですね。おどりちゃんに合った職場が与えられて、本当に神様をおめでたいたいと思います。よかったですね。でそれでは、メッセージの時に入っていきたいと思います。若子伝道師にメッセージを導いていただきます。じゃあちょっとおどりちゃんもいいですか。すいません。皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。今から CS のお話を始めてまいりたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、この CS 礼ありがとうございます。主が導いてくださり、お一人一人この場に導いてくださり、この場所も与えてくださり、共にまたこの映像を見ているお友達とも礼拝を守ることができていることを感謝いたします。今日も神様の助けによって、御心のメッセージ語ることができるように最後まで守ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン、ね。皆さん、先週のお話を覚えていますか。で先週のお話は聞いてないのでちょっとはっきり分かってないんですけど、多分これなんじゃないかなと思いました。それはね、エマオってところに2人のお弟子さんが行く途中で、イエス様とお会いしたってお話だったと思うんですけど、そこでどういうことが起きたかっていうと、まあ初め2人のお弟子さんたちはイエス様に声をかけられてよく分かりませんでした。なんか感じのいい人だなって多分思ったんじゃないかなと思うんですけど、3人で、2人お弟子さんがいてイエス様がついて、3人でずっとエマオという町に行くまでの道のりかな、エルサレムからエマオって町に行くまでにずっと歩いてイエス様と話していました。でも気づかなかったんだよね。イエス様だって気づきませんでした。不思議な感じしますよね。どうしていつもね、ずっと3年間イエス様といた弟子たちはイエス様だって気づかなかったのかなと私も思うんですけど、でも気づきませんでした。でいつ気づいたかというと、ある宿屋に3人で泊まった時に、3人で食事をしている時にハッと、あ、こ
これはイエス様だって気づいて、イエス様ですよねって言ったところでイエス様パッと消えちゃったんだそうです。でもね、そんな感じのお話をなさったんじゃないかなと思うんですけど、今日はその後の続きなんだけど、その後もイエス様は今度エルサレムにたくさんのお弟子さんたちのところに現れたんですけど、その時のねお話をしたいと思います。それでですね、そのエマオに向かっていたお弟子さんたちはどうしたかというと、このエルサレムのエルサレムのたくさんお弟子さんたちがいるところに向かって、そこでエマオに行く途中にイエス様に会ったんだよって言ったんですね。そしたらそれを言った瞬間にその場にイエス様が現れたんですって。ちょっとこれもびっくりだよね。ちょっとびっくりっていうか、ちょっとびっくりどころじゃないと思うけどないと思うんだけどね、すごくびっくりして、あの十字架にかかってくださった、かかって亡くなられたイエス様がなんでここにいるんだろうって思って、はじめあ、亡霊だかなって思って、亡霊だとか叫んだお弟子さんたちもいると思うんですけど、その様子を見ていたイエス様はお弟子さんたちに何て言ったかというと、平安があるように、あなたの中に平安があるようにって言ったんですね。そしてあの自分のこの十字架にかかった時の手の傷跡とか足の傷跡とか見せてくれて、自分が本当にイエス様なんだよってことを示してくれました、ね、亡霊だと骨とか肉とかないと思うんだけど、この時のイエス様は傷跡もあって骨もあって肉もあって、なんか人間のみたいなんだけど、でもちょっと風貌はちょっと変わっていたんじゃないかなと思います。すぐ分かんなかったから、それであイエス様なのかなと思っていました。そしてまだちょっとなんとなく心配そうだったので、イエス様は次に何て言ったかというと、あの何か食べるものはありませんかって言ったんですね。そしたらお弟子さんたちが焼いたお魚がありますって言ったので、今度はイエス様にこのちょっとわかるかな、お魚をあげたんですね。お魚あげたというか、お魚をこう差し出してどうぞって言ったら、イエス様が美味しそうに今度はお魚を食べたんですね。でここでやっと、あ、食べて傷跡も見て足も傷跡も見て、こう触ってなんか感触も分かって、あ、イエス様本当に生き返ったんだ、十字架にかかって亡くなったかなと思ったイエス様は本当に生き返ったんだなって弟子たちは初めてこの時に確認したというか、みんなちゃんと確認できたんじゃないかなと思います。でそしてイエス様はそんな弟子たちに、あるお話をしました。それでね、これもちょっとずらさせてもらおうかな。そしてお話をし始めたのね。それは何をお話ししたかっていうと、皆さんね、覚えていますか、私が十字架にかかる前にどんなお話をしましたかっていうことを聞いてみました。それは何かというと、イエス様が十字架にかかる理由をお話ししたんですね。聖書に書かれている預言の本とか、モーセって偉い人たちが書いた本の書物とか、あと詩編ってね聖書にあるんだけど、そのところの御言葉を通して、あのイエス様がメシアが救い主が十字架にかかって死んで亡くなって、そして3日目によみがえって、そしてそのことをこの伝えていくことの大切さっていうことをちょっとお話したんだみたいな、したみたいなんですね。そしてそのことをお話ししたんだけど、彼らはちょっとやっぱりあっと思った感じだったんです。ちょっとね、聖書の御言葉、今日の御言葉のところはですね、ここにも書いてあるんだけど、ルカの福音書24章46から47節ってところの聖書のところをお話ししていますが、そのところのある一箇所ちょっと読みしたいと思います。少々持っていないお友達も聞いてていただければ大丈夫なんで聞いててください。ルカの福音書46節47節お読みします。
こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死因の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられますって、イエス様はこういうふうにおっしゃっておられたんですね。まあそういう、もう一度言いますと、それはイエス様がどうして十字架にかかって亡くなったのかって、まあ、理由だったと思うんですけれども、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったって知ってるかな。みんな知ってると思うんだけれども、それには理由があります。それはイエス様が十字架にかかって死んで亡くなって、それを信じた人たちが本当に天のお父様、天国に帰って天のお父様とまたイエス様のことを信じた人々と助かって暮らすことができる、天に帰ることができる、天国に行くことができるっていうことなんだけど、それを、エルサレムから全世界に向かって福音を、それは福音っていうんだけど、それを述べ伝えていくことなんだよってことを改めてイエス様は弟子たちにお話をしてくれました。確認っていうのかな。ずっと本当はね、イエス様っていろんな事柄を兼ねてお話ししたのかもしれないけど、改めてこの時に弟子たちに本当に大切なことは何なのかなってことを教えてくれました。そしてそれを聞いた弟子たちは、そうなんだって思った弟子たちも、はい、4枚目、あ、そうなんだって思った弟子たちもいるかもしれないけど、大丈夫かなって思ったお友達とか弟子たちもいると思うんですけど、まあそれはどうしてかなと思うと、だってほら、弟子たちはイエス様が十字架にかかった時に逃げちゃったでしょ、ね、みんな自分たちも捕まって自分たちも殺されちゃうんじゃないかなと思って逃げてしまったので、この時に嬉しい感じもしたけど、ね、大丈夫かなって思った弟子たちもいると思います。その様子を見ていたイエス様は何て言ったかというと、あなた方に私が天に帰るから、その代わりに聖霊様をあなた方のために送りますよってことを教えてくれました。聖霊様って知ってますかね。聖霊様は父と神と聖霊の御名によってってよく、キリスト教ではお祈りの時に、そういう言葉を入れてお祈りするんだけど、天のお父様と、子なるイエス様とまた聖霊なる神様って方がいらっしゃるんですけれども、その聖霊様をあなた方のところに送るから、だからもし弱くても、もし語ることができないと思っても、もし疲れても、もしお腹が空いても大丈夫だよ、聖霊様がいるから福音をあなた方は全世界に行って述べ伝えていきなさいということを、お話ししてくれました。そして弟子たちはそのことを聞いて、まあ、ちょっとこの笑顔になっている様子も書かれているんですけれども、全世界に本当に実際に出て行って福音がこの述べ伝えられていきました。そして私たちにも伝えられてきました。何百年何十年かけて私たちにもちゃんと福音が述べ伝えられています。これはとっても大切なお仕事なんだけど、みんなイエス様のことを信じているクリスチャン全員にイエス様が言っていることなんですね。ぜひそのことをみんな覚えてもらって、みんなもまだね、この時代にも本当は全員に知られていないといけない時なのかも、もうそういう時代なのかもしれないけど、まだ本当まだ知らない人たくさんいます。お友達知っているかな、イエス様のこと、ね、ぜひね、イエス様がクリスチャンみんなに伝えていること、イエス様が十字架にかかって死んでくださって、それを信じる人たちはみんな天国に行くことができるんだよ、自分の罪を悔い改めてイエス様の十字架を信じて、で従っていく人たち、その人たちは、天国に行くことができるんだよっていう、この大切なメッセージ、ね、ぜひね、みんなも伝えていってもらいたいと思います。弟子たちがこの何十年何百年かけて伝ってきたこのメッセージが
私たちにも語ることをイエス様が願っています。このバトンが渡された、次あなたやってねって感じに、この大切なお仕事っていうか、メッセージを語るお仕事がみんなにもあります。そのことをぜひ、今日は覚えていってください。それでは今日の御言葉を読んでいきます。ちょっとこれ外すね。はい、じゃあ一回私読みますね。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させ、悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。ルカの福音書24章46から47節。ちょっとちっちゃいですけど、すいません、なんか読みにくい感じですけど、みんなで読んでいきたいと思います。読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、はい。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。ルカの福音書24章46から47節。はい、ありがとうございました。じゃあ皆様も神様、聖霊様の力によってお弟子さんたちと共に福音を述べ伝えていきましょうということです。一言お祈りします。天のお父様、今日のお話の時、メッセージの時、ありがとうございます。どうか私たちも弱くて力がないですけれども、イエス様が、神様が与えてくださった聖霊様のこの力によって、本当にこの人生から出ていって福音を述べ伝えることができるように、証人として立っていくことができるように守ってください。今日はこの時メッセージありがとうございます。イエス様の名によってお祈りします。アメン。それでは、祝祷を言って、ハレルヤを歌って祝祷を言って、礼拝を終わります。主イエスキリストの恵み、主の恵み、すいません、じゃあ言いますね。はい、仰ぎ願うくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。じゃあこれからワークブックに入ります。持ってきたかな。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼しました。